せ、貴様の思いつきで来てこうなっちまったんだろう。やめろ。すぐ感情的になるクズ、この俺様に手を挙げやがって。臨時とはいえ少しの間陸上部の練習を見てやったを忘れたか。あんなもん練習じゃねえ、体罰だ。単にてめえが陸上部が気に食わねえから。目障りなんだよ。実績を上げるのは俺様だけでいい。クビになったあの監督も救えないバカだ。正論言って立てつかなければエースの足を潰すだけにしてやったものを。なんだと。もう一本の足もやってやるか。どうせ学校が正当防衛にしてくれるしな。くそ、また俺負けんのかよ。こんなクソのせいで走れなくなって陸上部もなくなって。そうだったのか。こいつらを始末したら次は貴様だぞ。おい龍神。そうだよ、俺があいつに奪われたもん。もう帰ってこねえ大事なもん。そこでおとなしく見てるがいい。クズをかばって犬死にする、救えないクズどもをな。お前の方だよ。人を利用することしか考えてねえ。お前の方こそクズだ、カモシだ。何してる、黙らせろ。にやけた面でこっち見てんじゃねえよ。ずいぶんと待たせたものよ。力がいるんだろう。ならば契約だ。どうせ消し屋のおめえなら旗に掲げて人を暴れ、お前の中にもう一人のお前がそう望んでいる。我は何時とは覚悟して背負え。これよりは反逆のドクロが貴様の旗だ。貴様に何ができる。黙って眺めているがいい。これが俺のベルソナ。こいつはいい。この力がありゃ借りが返せる。ほんと待たしまったな。行くぜ。なめるな、ガキが。ぶっ放せよキャプテンキッド。